どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは柴犬の梅ちゃんです。というわけでね、今日はね、柴犬ちゃんの梅ちゃんと一緒にやっていきたいと思います。はい、最初にですね、黒柴ちゃん、ちょうどしますね、2ヶ月、すごく甘噛みがひどいです。お散歩に、行けないせいか、まあ家の中でもね、興奮して手や足を、噛んでくる甘噛み、本気噛みする、どうすれば治りますかっていうことですね。噛むおもちゃとは与えてますっていうことですね。はい、お答えしていきたいと思います。この時期ね、めちゃめちゃ噛みます。なのでお家の中を放しっぱなしにしてると永遠に追いかけて噛まれちゃうので、遊んであげる時だけ出すようにしたりとかっていう、ある程度ね、この時だけっていうのが必要になってくるのと、あと噛むおもちゃ入れてあげててもおもちゃぐらいでは難しいかな。で、前にもね動画出してるんですけど、コングで食事をね、コングで与えてくださいっていうので、もう柴のワンちゃんだと、1歳半から2歳ぐらいまではね、ずっとコングあげてるぐらいでもいいと思います。甘噛みが抜けないようであれば、でそのぐらいの気持ちでやっちゃっていいのかなと思います。でもしね、どうしてもってなったら叱ったりっていうことも必要な時もあるんですけど、2ヶ月とか3ヶ月、まあ自分的にはね、4ヶ月未満のワンちゃんだったら、まだ今は強く叱ったりっていうよりも、手に歯が当たったりした時に、やっぱ痛いのがね、大変だかなと思うので、軍手をしてもらったりとかね、あとは、手袋、革の手袋が一番通らなくていいのかな。で、そういうもので、回避していったりとか、あとはね、今後をどんどんね、与えていきながら、まあ、たくさん噛んで疲れてる時に遊んであげるようにしていくと、まあ、少しね、甘噛みも減ってくるとは思うんですけど、2ヶ月、3ヶ月あたりがね、一番歯元がってるし、まあ、噛まれると痛い時ではあるので、大変だとは思うんですけども、まあ、たくさんね、遊んであげる。で、それも手じゃなくて、できれば、ボールに紐がついてるのとか、簡単に手に当たらないおもちゃの方がいいのかなと思います。で、あとは今後を上げながらちょっと様子を見てみてください。はい、2つ目質問ですね。アニマルセラピーですね。ごめんなさい。アニマルセラピーについての質問です。私は、精神疾患を患ってますってことですね。夫がワンちゃんを家族に迎えることで治療が進むのではと提案してくれています。具体的には1日に1時間半程度のお散歩を必要だって言われました。ね。なので、そのぐらいのことをやれることと、あとはね、人に懐っこくて、猫のように穏やかな部分も持つ、持ち合わせたね、性格の方がいいですってことで、翔吾さん的にはどんな犬種が向いてると思われますかってことですね。お答えしていきたいと思います。まあ、うちのルナちゃんがね、猫みたいな感じなんで、ああいう子だ、多分言ってるのかな。はい。まずね、運動量もそうなんですけど、多いと大変なんで、できればね、ちょっとの運動で疲れてくれるからいいかなって思うので、小型犬がもちろんいいと思います。で、小型犬で、できればね、その犬種がどうこうっていうのももちろんあるんだけども、それよりもね、個人的には、まあ分かんないですよ。男の子でも女の子でも、もう人大好きでベタベタっていう子はいるんだけども、比較的に女の子の方が自分的にはね、その自立するっていうか、ちょっと距離をとって人といい距離で保ってくれる子が多いような気がします。で、お散歩の時にもね、いい子だねって言って、やっぱりね、あんまり引っ張らないでってなってくると、まあ、引っ張らないワンちゃんって厳密に言うとね、やっぱり、どちらかっていうと、犬種的なものよりは性格的なものが非常に強いので、なんともなんですけども、まあでも、そういうことも含めた、例えば、チワワだったりとか、あとはシーズーだったりとか、ヨークシャーテリアだったりとか、まあ、その辺かな。そういう子たちの中でも、まあ、わりかしちょっと落ち着きがありそうな、おとなしめな子をね、選んでいただけると、まあ、いいのかなと思います。で、まあ、トイプードルさんもね、元気いっぱいの子たちも多いし、運動が多い犬種でも、量はね、多い犬種ではあるんですけども、ただ、ああいう子たちの中にもおとなしい子たちはいるから、なんとも言えない。ただ、性格を見ながら選んでもらうっていうのと、できれば自分的には女の子の方がね、わりかしそういう、なんだろう、その、自分で早めに自立してくれて、あんまり人にベタベタ、もちろん、好きだから触らせてくれるけども、過剰にベタベタしない子が多いのかなっていう印象ですかね。はい、というわけでね、いろんなワンちゃんね、やっぱいると思うんですけど、特にね、この柴犬さん、日本犬系ですね。噛み癖一番出ます。で、物も壊します。で、そういう犬種だと思ってください。なので、本当にこっちもなんで噛むのって思って、やっぱり悩んでる時間もったいないので、もうなんでって思ったら、今後を与えてっちゃった方が、2ヶ月、3ヶ月の時期なんかは早いです。1歳ぐらいまではもうなんでって思ったら今後を与えていく。ね、どんどん与えて、それで食事を与えていきながら、運動もさせていく。で、チークといって別に今後だけじゃなくて、他にもいろんなものがあるので、上手に使ってもらえるといいのかなと思います。で、あとね、どうしてもやっぱり自分の病気のリハビリでっていうことで、ワンちゃん飼うってなってくると、何かの時に飼えなくなったり、お世話が困難になったりした時に、やっぱ運動量の多い犬種ほどやっぱり大変になってくるので、できればね、小型犬でちょっとおっとりした
性格の子を選んでもらえると、比較的にねいいのかなと思います。であとはね、これは本当にね、性格によるのと本当にどのぐらいっていうパーセンテージの話にはなっちゃうんですけども、まあ比較的自分の場合は女の子の方がどちらかと言ったらおすすめかなと思います。やっぱ思ったのとね違ったをなくしていくのに、やっぱり事前にねいろんな情報を得て、であとはいざねやっぱりこのワンちゃんがいいなと思って飼う時には、いろんなねやっぱりドッグランとか行くと飼ってるワンちゃんたくさんいますよね。でそういう方に直に飼ってる方にどうですかって聞いてみるのが一番いいかもしれません。自分もねもちろんいろんな犬種いろんなワンちゃん見てますけど、部分的一部的飼ってる人とはやっぱり感じ方って違うと思いますし、飼ったことない人よりはもちろんねやっぱり自分も感じるところが多いですけど、飼ったことある方の意見ってやっぱり一番いいのかなと思いますので、ぜひね、視野を広く持って性格も含めていろんなこともねやっぱり、含めてワンちゃん選ぶと違ったが減ってくるのかなと思いますので、ぜひね楽しく暮らしていただけると一番いいのかなと思いますので、慌てずにねワンちゃんどんな子がいいのかなって性格を見て選んでみてはいかがでしょうか。はい、ではね、雑談の方を始めていきたいと思います。で今日の雑談ね、いつもね、ちょっと自分も動画で、コメント確認してるんですけど、その中でねちょっとねこれ早めに答えておきたいなと思ったんで、ちょっとねそれについて触れていきたいと思います。子供に対してとか、あとは知らない人に対してちょっとね歯むき出しにしたりうなったりしちゃったり吠えたりしちゃうね。でそういう子に対しておやつをあげてもらうっていうことをね、してもらうと思うんですよ。もらってる方いると思うんですよね。で例えばね子供が苦手です。で子供が来るとバンバン吠えちゃいます。で触ったらもしかしたら噛むかもしれないから触らないでねって言ってるけど、おやつをあげてもらったりしてますっていうコメントがたまにあって、ただ触ってもらったりも、できるようになるのかなとかしてもいいのかなっていうのがたまにあるんですけど、正直に言います。正直に言うとまだうちの子敵意がある、むき出しにする、吠えてるっていう現状の時にはやらない方がいいと思います。これねちょっと一つだけね面白い例があって、うちの奥さんの実家でねワンちゃん飼ってたんですよ。白いワンちゃんね。でその子がね、誰でも噛んじゃう。でそれこそなんだろう、そのお父さんのね、お友達とかが来ると、お尻をかけて噛んじゃうんですよね。パクってお尻噛んじゃうね。で本当にね家族以外の人にはなれなくて、みんな噛んじゃうから危ないから触っちゃダメ、近づいちゃダメって言われてて、それがね今の奥さんと自分が付き合ってる時かな、付き合ってる時自宅に行きます。で行った時にもちろんねそんなワンコだから自分に対してバンバン吠えてくるわけですよね。でそれをねどうしたかっていうと、もちろんねうちの奥さんのね実家に遊びに行くたんびにワンちゃんにおやつ買っていくわけですよおやつを買っていく、おやつを買ってってあげていくんですよね。でそれも自分もやっぱり、付き合ってる時だったから週2とか週3とかそのぐらいの頻度かな言ってたな。でそのたんびにねずっと最初のね1年ぐらいはねただ本当にねおやつあげるだけで、半年ぐらいね行ってはおやつあげ、行ってはおやつあげっていうのやってて、もうなんだったらあの子何好きかなって買い物するのが最近楽しみよってなってき始めてた頃、不意にですよ不意に、なんかいつもバン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 ってこう前に飛ばして吠えるような声で鳴いてたのが、車止めてね自分が降りてガサゴサ始まったらあおーとか鳴くんですよ。なんかこうちょうだいみたいなね。であれなんか鳴き方違ってきたねってなってきて、でそこから初めてなんだろう、そのおやつをあげてても逃げないし近くにいてくれることが多くなってきて、でそこからね初めて触ろうって思ってちょっと触ってみたりとかして、それもね触るのもねずっと触るって嫌がるから、もちろん最初はねちょっと触って、で、まあ、嫌がる前にやめてみたいなね、それの繰り返し繰り返し。だからなんだろう、そのコメントの中でもちょこっとあったのが、吠えたりとかね、ワンちゃん興奮しちゃう。で、誰かにおやつあげてもらったりした時に吠えちゃったりとか興奮する前に、逃げちゃう。逃げちゃうって言い方悪いな。でもそう、さってこう、引くっていう話を聞いた時に、それってどうなのって、それ自分がまさしくやってたことなんですよ。ただ、これが全犬種全てに対して適応ではないし、本当に子供に対して苦手っていうのも、なんかこう自分たちも多分なんだろう、これ苦手っていう、苦手ってたくさんあるじゃないですか種類が。例えばワンちゃん苦手って一言で言っても、本当になんだろう、そのまあ見たりとか触ったりはできるけど好きではないんだよねっていう苦手と、
いや触りたくないですっていうのと見るのも嫌だっていうのがあるから、ワンちゃんも一緒で、その苦手とか嫌ですっていう意識っていうのは個体によってやっぱり違いますよね。その深さも違ってくると思うんですよ。なので治せるとか治せないっていうよりは、そういうものって本当に治ったらラッキーぐらいで考えてた方がいいですね。で本当に何だろう、その危険性があるような吠え方をするんだったら近づかない、投げてもらったりとかね。でおやつを手からあげてもらう分には平気なんですっていうことであれば、もう手からあげてもらうだけ。ワンちゃんの吠え方が変わる、もしくは吠えなくなる、もしくは、見てて飼い主さんが明らかに変化があるなって思える時が来るまでは、もうちょっとでもね、あ今大丈夫かなと思ってもやらないね。ひたすらあげてもらっていいですかって言ってあげてもらうだけで、触るのは NG で、そこでずっとやっていくと変わらないと思ったものが変わるんですよ。これ面白いのがワンちゃんもそうなんですけど、ずっと同じことを繰り返していくと、どこかで何かがね、やるたびにねちょっとずつずれていくんですよ。ちょっとずつずれていく、でいつもと違う反応が出てくる。でそこでアプローチを変えていくようにしないと、なんか1回2回やりました、ちょっと大丈夫かなっていう時が一番危ないし、ね、油断するとパクってやられるからねそこを気をつけるようにしていって、一番はやっぱり安全第一、ね、相手もそうだし自分もそうだけども、噛んじゃったら噛まれた方の人も大変だし気使うし、で噛んじゃった方もへこみます、ものすごくうちの子噛んじゃったってなりますから、ね、まず大事なことはトレーニングにおいてもしつけにおいても安全第一、ね、これが保てないと、継続して続けていくことができません。でその次は、ワンちゃんの、変化を待つ。ワンちゃんが変わってから、ね、変わってないのになんかワンワン吠えちゃったりとか、まだちょっとおやつもらって離れようとするとワンワンってまた追っかけて吠えちゃったりとかね、するのに触るところにチャレンジしたりするのは非常に危険だと思います。なので安全を確保した上で少しずつで、こういう子たちに、全般的に言うのは間違いなく慌てずやることね、そこをやっていただければ少しずつ変わってくるのかなと思いますので、皆さんもねぜひ慌てずにね、少しずつお散歩とかでもそうなんですけど、まあ人に対して吠えちゃったりとかね、ちょっとねあうちの子まずいかなって思う時には、飼い主さんから最初あげてったりして、雰囲気変わってきたら相手の人からあげてもらってっていう安全を確保しながらやってもらって、どうしてもね他のワンちゃん他の人と鳴らしたいっていう時には、まあそこは本当にね、怪我をしないようにっていうとね、プロの方の指導を仰いだ方がいいのかなと思います。ぜひ皆さんもね安全第一、慌てずにですよ、少しずつ変化を待って、変わったらちょっとずつやってみてはいかがでしょうか。